ネは人気声優4人がとある学校で試練を乗り越え、お宝ゲットを目指すドキュメントである。いよいよ残るキーワードは1つ。このキーワードをゲットできれば宝への鍵の在りかが示される。4人は最後の試練が待つ部屋へ。失礼します。失礼します。お、あれあれ、見たことがある。半日前に見た記憶がある。あれ、本当だ。1年1組と同じ。そうだね、同じ。なんだろう。そう、ここは最初の試練と同じような配置の教室。やっほー、あっち向いちゃってる。ここが最後の試練だ。その試練とはサイコントーク2。イエーイ。全然盛り上がらないな、なんか最後に。最終試練はサイコントーク2。お題は第一の試練よりプライベートな一面を掘り下げていく内容となっている。もう一度ルールをおさらいしておくと、審査員3人がトークを評価し、4人で合計100点を取ればキーワードゲットとなるのだ。審査員はもちろんこの人たちです。でしょうね。ですよね。本当にもうお疲れ様です。お疲れ様です。本当に。それでは1人目マリーナ、張り切っていってみよう。じゃあしょっぱなお願いします。はい、私が行きたいと思います。はい、はい。このあおお結構転がって、はい、これですね。一番好きなキャラクターとその魅力、略してその力。すごかった。魅力を、はい。いや、そりゃ一番好きというとやっぱり愛情があるのは自分のキャラクター、アルミアルレルトになってしまいます、うん、ですが、まあ、それじゃちょっとつまんないよね。それはみんな自分のキャラは、はい、好き、うん、エレン。お、うん、マジでエレン好き。まあ、一回命救ってますしね。そうなんですよ、はい、私の中でやっぱりあの第5話で、うん、あのエレンが死んで、その先ずっとこうエレンのことを思ってエレンに恥じることのないようにという気持ちでアルミンを育ててきたので、うん、そういった意味ではやっぱりエレンに一番興味とか愛着とか思いを馳せてここまで演じてきたので、やっぱりエレンが非常に愛しいです。なるほど、うん。なんかちょっといい話だったけど、審査員の点数はどうかな。お願いします。ドンドン。おお。理由はともかくマリーナ高得点をゲット。あれ、サンゴなんかおかしくね。あれちょっとあれどうした。アルミンとエレンを混ぜたんじゃない。めっちゃ震えてますよ。あ、かけ直してる。マジで、なんだよ。カジ君が余計なこと言うから。俺か。審査員を追いじると減点になっちゃうんだね。2人目、ハッシー。いいよ。おっと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 、すいません。わ、声優をやっていなかったら何になりたかった。略して、ほえなぎ。地味に、こえなに。こえなに。僕はすっごいゲームが大好きで、特にゲーム音楽がすごい好きだったんですよね。で、実際ちょっとゲーム音楽作りたいなって思って、そういうところに学びに行ったりしてまして、だからちょっと声優になったのも遅いんですよね。あ、それでいきなり進撃でこの。そうですね、本当にびっくりしましたね。それまでも一人仕事で割とナレーションが多かったものですから、うん、突然なんかアニメーションでこんな大きな作品に出て僕はいいのだろうかっていう。いやいやいや、前日眠れなくてしょうがなかった。あ、そうだったんですね、緊張はしますよね。しましたね。ハッシーの意外な一面が見えたトークだったけど、気になる点数はどうぞ。でん、素晴らしい。いや、これもうありがたいですね。ありがたいですね。ここで10点を。そして真ん中の巨人さん、ドン。 9.6。 前日眠れなかったとか、かわいい。そして最後10点。さっきのこと責めなかったから。さっきのこと、アレン問題ですか。あー、市場がすごい入ってた。マサさん
んが一人で丸々してみたのコーナーなんですけども、今回はねすごいんだよ。やっぱり私たちの和の一面をお客様の皆様に見ていただこうねという、そういった素敵なコーナーです。じゃあ今後の、テーマを発表します。今後のテーマじゃなくてですね、テーマの今後の目標です。君、あのちょっと何か本当にありがたいんだけど、つないでもらっていいかな。ちょっとすぐ書くからさ。巨人君なんかしてくれてるのかな。はあ、上手です。巨人君、あ、全然わかんない。なんかさ、最近さちょっと美白したんじゃん。じゃあまず、あ、そうそうそう、ありがとう。で、ゆう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 、巨人くんの丸々を見たい彼女さんだ。私の目標はこれです。ご紹介してくださいますか。あ、え、何ですか。巨人さんの彼女さんの名前は幸子ちゃんだそうです。すごく可愛い。照れちゃった。もうそんな巨人くん見たことないぞ。この仕事あんまり向いてないのかなとは。まさかのちゃんかじ声優界引退宣言。お世話になってきましたよ。彼女も大暴れだよ。